皆さんこんにちは、バナルギルビジです。では今回は、提督の決断法パープキット PC 版、大日本帝国海軍プレイ、駆逐艦縛り、続けていきたいと思います。前回は地中海に突入してですね、イタリア、ドイツの救援戦を行いました。まあ、なんとかね、これで、地中海が保たれたと。イタリア、ドイツ軍の地中海に展開している艦隊がね、死なずに済んだというところになります。今回はですね、このマダガスカル沖、ここに進出して、ここでイギリス海軍を、ね、食い止めるための拠点を確保したいと思っています。マダガスカルはね、ドックもあるし、地中海をドイツ軍が抑えている今、このマダガスカルを抑えればですね、この西側から帝国領に侵入される恐れがなくなって、いよいよ太平洋ニューギニア方面に主力艦隊を向けることができるという状況になりますので、今回ねまずそこを目指していきたいと思います。で、各艦隊なんですが、第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊、第4艦隊、まあ、これらの、ね、艦隊をうまく使って、マダガスカル、ここの攻略を行っていきます。で、他はですね、まあ、全部もちろん駆逐艦で固めてあるんですけども、マリアナ、あるいは小笠原、このあたりにね、主に展開をさせています。ここでなんとかね、アメリカ軍の太平洋艦隊を食い止めて、マダガスカル沖を攻略した後、全駆逐艦隊をこの太平洋の方に振り向けていきたいというふうに思っています。では、早速ですね、マダガスカル沖に艦隊を送っていきたいと思います。艦隊再編しましょう。では、マダガスカル沖に突入です。で、投入する艦隊、第1艦隊ですね。さらに第2艦隊、第3艦隊を送り込んでいきます。まず、投入した後の動きなんですけども、夜間にね、突入をかけていきたいと思うんですが、第1艦隊をマダガスカル島に、第2艦隊もマダガスカル島に、第3艦隊で、一番近い第3飛行場で、取ってしまおうかなと思います。もちろん夜間に侵入です。はい。これで3つの飛行場すべて、占領完了しています。ただ味方もね、ちょっとマダガスカル、やっぱり敵の航空機の数も多くダメージが出ていますので、ここで、少し、艦隊を直してですね、マダガスカルに駐留する艦隊。場合によっては、イタリア軍、ドイツ軍救援のために地中海に突入できる艦隊を残して、残りの戦力は太平洋方面に振り向けていきたいと思います。では、マダガスカル取りましたので、各艦隊は小笠原、マリアナ、このあたりに集結させていきたいと思います。で、マダガスカルにですね、配備する航空機を今回はまとめて作っておきたいと思います。冷戦の21型、これは直縁と護衛ですね。で、あとは忘れちゃいけない偵察機は、航続距離2000キロある零式の推定。これを30強度。で、残りは全部一式の立航に当てます。これをマダガスカルに配備していきたいと思います。で、これによってですね、マダガスカルと、あとはイタリア近海、まあ、地中海ですね。ここで、イギリス軍の進撃を食い止めて、我々としてはニューギニア、さらに太平洋、ここに戦域を移していきたいというふうに思います。では、艦隊を動かしていきましょう。では、新しくこれから戦いを太平洋戦域に変えていくにあたってですね、駆逐艦をアップグレードしたいと思います。島風型の、まあ、駆逐艦を今まで使っていたんですけども、これをですね、新しく設計し直して、まず魚雷5連装5機に変更してます。で、航行速度は39ノットで特にアップグレードはなしです。本当はね、もうちょっと上げたかったんですけども、これ以上航行速度を上げると、積載容量オーバーになってしまうので、ご覧のように、39ノット。降格砲は2連装を2機。機銃は6門とちょっと少なめですね。なので、対空防御はね、かなりしょぼいです。まあ、ここは、スピードで逃げ切るというね、戦略で、この新しい駆逐艦、2週間後に開発完了するので、以降はですね、この島風型の駆逐艦を改造した
新しい駆逐艦をね、先生に導入していきたいと思います。まあ、名付けて、島風海。で、島風型の駆逐艦がだいぶ数、今、収益しているので、まあ、速度をね、上げられなかったというのは、残念な点ではあるんですけども、島風型の駆逐艦と、すごく連携はしやすいかなと思います。同じ航行速度になりますからね。これで太平洋に殴り込みをかけたいなというところなんですけども、これ、ね、中部太平洋に展開しているアメリカ軍の艦隊がね、すごいことになってるんですよね。これを撃破していかなきゃいけないので、ちょっと苦労はね、しそうですね。では、先ほどご説明した島風海。これが完成してますので、島風海を生産していきましょう。これがこの後主力の駆逐艦となって太平洋でアメリカ軍を散々にね、倒してほしいなというところですね。特に魚雷がね、今まで5連装3機だったものが5連装4機に、5連装5機に変わってますので、とにかくね、魚雷の装填数が増えるというのは、継戦能力が高まりますからね。では、艦隊を敵、アメリカ軍艦隊が集中しているこの中部太平洋に、突入させていきたいと思います。投入する艦隊ですが、まずマリアナ沖から、この第7艦隊、これ駆逐艦16隻ですね。さらに小笠原沖からも艦隊出します。第3艦隊、これも駆逐艦11隻、第4艦隊は駆逐艦16隻の艦隊になります。これらの艦隊でね、中部太平洋に溜まっている敵の艦隊を徹底的に叩いていこうというふうに思います。では中部太平洋、いよいよアメリカとの本格的な激突になります。始めていきましょう。ではご説明した通り、艦隊ね、投入していきます。提督は一通り乗せてあります。まあ、提督をね、乗せるメリットというのは、今回の場合だと駆逐艦だけなんですけども、操船レベルが高いと回避率がアップ。水雷戦レベルが高いと魚雷の射程アップといったボーナスが得られるので、まあ、乗せないよりは乗せておいた方が圧倒的にいいですね、というところですね。今回はあくまでも敵の艦隊を叩くのを目的として、敵の飛行場は叩かずにですね、主な作戦域はマップ上の上側を中心に艦隊を展開していこうかなと思います。日没後に投入していきます。まあ、ここはね、ちょっとでもやっていければいいかなというところですね。ではまず敵の艦隊をね、探していきましょう。作戦域はご説明した通り、敵の飛行場から遠いところを中心に索敵を行っていきます。あんまり飛行場に敵の飛行機入っていなそうではあったんですけど、まあ、飛行機を相手にしないで済むならそれに越したことはないでしょうというところですね。まずは敵の戦艦空母、この辺りをね、叩いていきましょう。早速敵の艦隊発見してます。第一艦隊が一番近いですね。早速向かいます。第二艦隊も急行させましょう。島風型の駆逐艦は5連装3機の魚雷が一番のね、強みになってます。第2艦隊も敵の場所まで突入を果たしていきましょう。できるだけね、敵の戦艦に主砲をぶち込まれないようにね、気をつけながら接近していくという戦い方にね、なっていこうかと思います。第2艦隊も急行してます。
第一艦隊は魚雷を撃てるタイミングが来たらどんどん撃っていきます。魚雷をおぶち込みしていきましょう。第二艦隊が到着するまで第一艦隊がどれだけ魚雷を撃ち込めるかですね。特に敵の空母戦艦、優先するのは敵の空母ですね。今夜なので夜のうちに敵の空母をできるだけ数仕留められるだけ仕留めましょう。第2艦隊も今急行中です。第3艦隊も今急行中ですね。第1艦隊が少しダメージ出てますね。ここはもう玉砕覚悟で敵の戦艦を無視して敵の空母に攻撃を集中していきましょう。第3艦隊も敵艦隊発見してますが、空母がいる空域の方に戦力を集中していきたいと思います。第2艦隊も急行中、全速です。敵の空母、護衛空母ですがこれを撃沈。敵の戦艦空母部隊に突入していきます。第一艦隊はもう魚雷を撃てれば当たるっていうね、そういう場所に入ってきましたね。本当にね、もう玉砕覚悟の戦いにはなってます。なので駆逐艦はこの後ね、大増産大量産をかけていきましょう。第2艦隊は逃げていく敵の空母を追っていきましょう。第3艦隊も同じく敵の空母を追っていきます。第1艦隊はここで全ての魚雷を撃ち込んでいってもらいましょう。第2艦隊もね、魚雷撃てるところまで来たらもう魚雷をねどんどん撃ってもらいます。第一艦隊獅子奮迅の働きですね、本当に。第二艦隊も現場に到着。第二艦隊は敵の戦艦部隊に突入してもらいましょう。第三艦隊も敵の空母に取り付けそうですね。第2艦隊もいよいよ敵艦隊に突入、仕留めていきましょう。空母ももう戦闘不能になっているものが大半だと思うんですけど、第3艦隊が追っている空母だけはまだまだ元気なので、ここの空母をね、使えないようにしていくというのを最優先します。第2艦隊が完全に戦域に到達してます。敵の戦艦部隊に水雷戦を挑みましょう。第3艦隊は敵の空母を狙います。今のところ、味方の損害もね、もちろんバカにならないほど大きいものはありますけども、順調に戦いは推移してますよね。戦艦がやっぱり硬いね。ただね、戦艦の硬さを魚雷で、風穴を開けていくっていうね、そういう形ですかね。第3艦隊も敵の空母に取り付きましたね。敵の空母の進路を塞ぐように魚雷を撃ち込んでいきましょう。第1艦隊は敵の逃亡する空母を狙います。第2艦隊は敵の戦艦、これを完全に打ち果たすと。今これ撃てばどこでも当たる状態ですからね、戦艦に。敵の空母を撃沈、
さらに敵の空母を狙っていきましょう。第3艦隊も完全に敵の足を止めましたね。第2艦隊も敵の戦艦を徐々に撃ち始めてる。第1艦隊は敵の空母にとどめを刺したいところですね。第2艦隊は逃亡する敵の戦艦を追っていきます。第3艦隊は敵を包囲線に持ち込み敵の空母を殲滅しましょう。この数さすがに逃げ切れないでしょうっていうね、この魚雷の数ですからね。空母を仕留めていきます。今回の島風型の駆逐艦の一番の強みは足の速さと魚雷の火力なんで、今のところそれがね、十分に活かせてるかなっていう感じがしますね。特に魚雷の火力とうまくね、はまれば敵の戦艦も撃沈できるっていうね、状況ですからね。第一艦隊は敵の空母にとどめをね、やっぱ刺したいですよね。沈めたいですよね、空母ね。第2艦隊はさらに敵の戦艦を撃沈。第3艦隊も敵の殲滅が完了ほぼしたので、敵の戦艦を撃ちに、敵の戦艦を追撃していきます。第2艦隊も敵の戦艦に狙いを定めていきましょう。第1艦隊は敵の空母を殲滅してます。同じく敵の戦艦をね、殲滅していきます。ここまで完勝と言っていい勝ち方してますからね。まあ、損害は第1艦隊がね、ちょっと大きく出てるかなとは思うんですけど、まあ、それでも敵の戦艦をね、ここまで仕留められれば、すごい戦果だと思うんで、このまま仕留めてもらいます。敵の戦艦の撤退ルートを塞ぐように展開して、敵戦艦にどん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 魚雷をぶち込みます。さあ、この魚雷の数、敵の戦艦もすごい頑張ってるけど、この魚雷の数ですからね。これで敵の戦艦を仕留めます。こんだけ魚雷受けて沈まないっていうのもね、まあ今難易度普通でやってるんですけど、これ難しいだとね、さらに厳しそうですけどね。敵の戦艦を仕留めてます。第3艦隊も敵の戦艦に魚雷を当てていきましょう。今回の作戦の目標はあくまでもね、敵の艦隊の撃滅なので、敵飛行場を攻撃するための陸戦隊は積んでいませんので、敵の戦艦これ撃沈したら我々も撤退していきたいと思います。敵の戦艦を撃沈。では我々も撤退していきます。当海域に敵の艦隊の増援がやってきたという情報確認ですね。であれば敵の増援を迎え撃っていきましょう。ただし航空基地近くで戦うのは得策ではないので、敵の、ね、航空基地から離れたところで敵の増援を迎え撃ちたいと思います。はい、敵の艦隊ですが、まず第7艦隊ほぼ壊滅させてますね。さらに敵の第9艦隊もほぼ壊滅させています。女型の方は駆逐艦が10隻ほど撃沈されていますので、これ、補充してですね、傷ついた艦艇はトラックで修復、残りの艦隊を再び統合して中部太平洋に残っている敵の艦隊をね、撃滅していきたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきます。
で、最後に一つ。酸素魚雷が開発完了したので使用可能になりましたね。この魚雷で射程が伸びる。これ、自動で装備されるようになるので、我々駆逐艦からするとね、この魚雷の射程が伸びるというのはすごく嬉しいので、早速ですね、次回、この魚雷の威力を試していきたいと思います。